確かなことの運動場を日に少しおやつを投げさせていただきました、家庭以外にはおやつとしてリンゴや人参など動物用のビスケットなどをかけております。お客様からは物を投げられないようにご協力をお願いいたします。この後もごゆっくりお過ごしください。バックヤードへと戻らせていただきますので、お待ちください。